ヨハン・ヤーコブ・ショイヒツアー、洪水植物師の図版、洪水博物館の扉絵ヨハン・ヤーコブ・ショイヒツアーは、スイスの博物学者、著述家である。1672年8月2日に、チューリッヒで生まれた。父親は、チューリッヒ氏の主任医師であった。チューリッヒで教育を受けた後、1692年に、ニュルンベルク近くのアルトドルフ大学で学び、 1694年にユトレヒト大学から医学の博士号を得た。1696年にチューリッヒに戻って死の医師となり、医師を続けながら1710年から数学教授となった。フランス人アンリ・マクニー・ワンともに死だ類の化石を発見し、その後も多くの化石を収集した。1733年1月にチューリッヒ大学の物理学教授になり、 同時に、チューリヒ市の主任医師の職に就任した。多くの著作を行い、生涯で34冊の書籍を出版したと見積もられ、博物学の書籍や、博物学の標本の採取のために行った、旅行の旅行記が、資料の価値が高い。自主出版で、スイス自然史の解説のタイトルで再刊された。スイスの自然史は1574年のジア安、ジムラーの著作、 1760年、ゴットリープ・ジークムント・グルナーの著作と並んで、スイスの自然に関する重要な著作である。1703年11月30日に、王立協会フェローに選出され、王立協会の発行する学術論文誌、フィロソフィカル・トランザクションズに多くの論文を執筆した。古生物学の分野では、著書、ラターグロフィア、ヘルベチカの中で、化石を、 聖書の洪水の意外などとして説明した。有名な例は、バーデンの採石場で見つかった化石骨格が、ノアの大洪水で亡くなった人間の遺骨であると主張した。聖書の記述を正しいとする。この主張は1811年に、フランスのジョルジュ・キュビエがこれが、戦死時代の参照魚の化石であることを示すまで、信じられた。ホロムイソーカの学名。 ホロムイ相続の学名は、ヨハン・ヤーコブ・ショイヒツァーと、弟のヨハン・ガスパール・ショイヒツァーにちなんで、命名されている。息子のヨハン・ガスパール・ショイヒツァーは、ハンス・スローによって出版された、エンゲルベルト・ケンペルの日本史の英語版の翻訳、編集をした人物として知られる。JJ ・シュザーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ヨハン・ヤーコブ・ショイヒツァーを示すのに使われる。 ありがとうございます。